しいのはわかるけど、はしゃぎすぎて迷子にならないでね。ピーはいい子だね。それじゃあ何かご褒美をあげないと。ピー、何か買ってあげるから欲しいもの選んでおいで。選べなかったの？困った子なんだから。それじゃあ、あのお店でお菓子でも買って一緒に食べるっていうのはどう？はいはい、それじゃあ買って帰ろうね。ほんと、フィーは可愛いんだから。どこに行くの？よし。そっか、ライザはまだ畑のお仕事も手伝ってるんだ。錬金術師をするのは認めるけど、それはそれ、これはこれ、家のことは手伝って当然ってね。カールさんとミオさんらしいね。手伝いサボって怒られてるライザ、よく見たよな。そこ、変なこと思い出さない。ライザさん、ご在宅ですか？あ、パティ、入って入って。いえ、大丈夫です。ごめんなさい、お邪魔しちゃったみたいで。そんなことないよ、大勢で話す方が楽しいもの。そういうこと。ほら、入って入って。ウィーウィー、わかったから押さないで。フィー、本当に私がいてもお邪魔じゃないんですか？そんなことねえって。いろんなやつが集まってこそのたまり場だからな。いや、一応アトリエなんだけど。でもみんなでこうしていると隠れ家のことを思い出さない？懐かしいね。あの隠れ家ってまだ残ってる？もちろん残ってるよ。みんなで快適に過ごせる大きさだもんな。そりゃ一人で使うには広すぎるが。あれからもう3年。またみんなで集まりたいね、あの思い出の隠れ家に。しかし3年か。一長なんだけど、あまり長く感じなかったな。うん、毎日やることが多すぎて忙しくてさ、あっという間に月日が経つのを感じてたよ。私もそう。でもね、みんなのことを考えない日は一日もなかったよ。仕事してる時、食事中、眠る直前とかにも、みんな今頃何してるのかなって。私も森に行った時は特にみんなのこと考えてたっけ。ここ暗くなるとこじゃなくない？そうね、今は久しぶりにみんな揃ってるんだもの。しんみりした感じでいたらもったいないよね。そういうこと。そろそろおいとまします。帰りが遅くなると家の者が心配するので。お、それじゃあ送って。いえ、少し歩いて帰りますので。それでは。
会ってなかったのに、あんなに仲がいいなんて。あの人たちはお互いを大切に思ってるけど、恋愛感情とは全く別の温かい感情だとすると、私ってばすごい勘違いをしてる。ちょっとだけ休もうか。寝ちゃわないようにしないと。いい感じ、いい感じ。フィーフィー。あ、ダメだよフィー、調合中は危ないからね。あっちに行ってて。フィー。うんうん、これは使えるかも。フィー。ごめんねフィー、これを読み終わったら遊んであげるからね。お待たせフィー、何して遊ぼっか。あれ、フィー遊ばないの？ありゃ、拗ねちゃった。こうなったら。ほらほら、むくれてる困ったちゃんはこうだぞ。それでさらにこうだ、わしゃわしゃしゃ。どうだ、まいったか。機嫌を直してくれたみたいでよかった。私も子供の頃はこんな感じだったのかな。フィー、迷子になっちゃうから一人で行かないでね。セリさんだっけか、どうかしたのか。遺跡の奥にあったあの水晶、あれは魔力を秘めていたわ。魔力を。ああ、そうか、あれってそういう石だったのか。それなら私たちの故郷の空間島でも魔力があるって言われてる石がたくさん取れたよ。魔石な、あれ便利なんだよな。光ってるから夜の明かりにも使えるしさ。その石なら私も知ってるわ。でも本当に魔力を含んでいる石というだけよ。あの水晶はそうじゃなかった。もっと純度が高い結晶のようなものだったわ。どこから持ってきたのかをずっと考えてるけど、こっちの世界では多分手に入らないと思う。異界から持ってきたものだっていうの？多分。それにフィーがあの水晶の光、魔力を吸い取ったように見えたのも気になるわ。私の世界には魔力を生きるための餌としているような生物もいるから。フィルフサとか。そう、オーレン族を知ってるくらいなのだからフィルフサのことも知ってて当然ね。確かにフィルフサも似たようなものよ。けど
もっと端的に魔力を吸って生きる生物もいるの。それがフィーだっていうの？わからない。私も存在を知っているだけで見たのは初めてだから。そんな珍しい生き物なのか？というより伝承となっている生物かしら。本当にいるかどうかもわからない。ただその生物を見かけたら運がいい。富を授かる、力を得ることができるなどと伝わってるわ。運が良くて富と力を授かるね。あ、ライザはどう思う？本当にそれがフィーなのかはわからないけど、もし本当にそうだったとしたらすごいよね。ちょっとだけ、はあ、寝ちゃわないようにしないと。せずに暮らしていけてるよ。フィーはもう私の家族だよ。島に帰ってからもずっと一緒にいてくれるよね。フィー、任せてって言ってるのかな。ありがとね、フィー。それで伝承とやらはどうなってるんだ？どうにもこうにもならないって感じ。考えれば考えるほど謎が深まる気がする。ふん、タオから時々聞いてはいたが全く進歩なしだな。何よ、そんなこと言うならボスだって協力してくれてもいいじゃない。魔を食う獣は宵の道より現れた。光り輝く神秘のせい。ああ、タオから聞いて覚えたんだ。魔を食う獣は宵の道より現れた。光り輝く神秘のせい。愛せばより光り輝き、我らに持たざる宝を与える。え、ちょっと待って、愛せばより光り輝きって何？ふん、俺様が調べて知った伝承の一部だ。タオにはもう話してある。伝承というくらいだからな、高齢者を中心に話を聞いて回れば何かしら手に入るものだ。ボース、まさか聞き込みしてくれたの？課題で年寄りと少々話す必要があってな。そのついでだ。聞き込みなどするわけがないだろう。光り輝く神秘の杖、愛せばより光り輝き、我らに持たざる宝を与えるか。なんか特徴的にフィーっぽくない？そんな気はするが俺にはわからん。だがもしそうだとするなら、こいつの種族は伝承に残るくらい遺跡に関与していたことになる。まったくよくわからん生き物だ。フィーフィー。
お前のことだぞ。けど遺跡に行けばフィーは元気になるし、この先すごいことが起こるかもしれないよね。能天気なやつだな。伝承よくわかったね。ありがとう。俺はお前たちにはでかい借りがあるからな。ん？何？不甲斐ないやつらだと言っただけだ。お前もいつまで頭に乗ってる。もうフィーに八つ当たりしないでよね。帰るの？ああ、用は済んだからな。そっか、手伝ってくれてありがとね。ふん、今だけだ。これ以上は手伝わねえからな。まったく素直じゃないんだから。露店がいっぱいだね。ちょっとブラブラ見てみよっか。ちょっとだけ、よし休んじゃおう。はーい。失礼する。ウォルカーさん、どうしてここに？どうしても何も、私はここの大家だが、来てはいけなかったかね。いえ、突然で驚いただけです。私とて時には自らの足で視察したりもする。今日は君に頼みたいことがあってね。できるかね？はい、大丈夫ですよ。これが発注書だ。確認してくれたまえ。はい、これなら何とかなると思います。そうか、ではよろしく頼む。ウォルカーさんがわざわざ来るなんて、大事な依頼なのかな。頑張らないと。振り回すと炎が出る魔法の杖なんだ。これがあれば硬い岩も簡単に壊せちゃうんだから。それってすごく危ないんじゃ。間違ってもこっちに向けたりしないでくださいよ。心配性だな、パティは。そんなことしないって。終わったら遊んであげるからね。え？誰だろう。ちょっとだけなら平気かな。はーい、今行きます。Yeah!
当にオートって変な勧誘が来るんだな。これからはお断りの看板を。うわっ、フィー、どうしたの？あわわわわ、ちょっと焦げてる。あ、そっか、フィーが書き直して頑張ってくれてたんだ。もう少し煙で出たら中の薬が全部真っ黒になってダメになってるところだったよ。ありがとうフィー、無理させちゃってごめんね。でもこの様子ならこれからもフィーには助手のお仕事任せられるかな。本当にありがとう、ピー。どこに行きますか？よし、行くぞ。また何か古い本読んでるの？うん、これはかなりの貴重品でね、この前ようやく手に入れたんだ。フィーも興味あるのかな。これはね、大昔にこの近くにあった文明について書いてある本なんだよ。わかるかな？クリント王国よりももっともっと昔に存在した文明のことでね。タオ、そんなこと話してもフィーにはわからないと思うよ。そうかな、結構真剣に見てくれてるように思うんだけど。どうしたのフィー。この絵が気になるのかい？フィーは何の絵を見て興奮してるの？鳥だね。昔この辺りに生息していた鳥の絵だよ。その鳥の卵と羽化したヒナと生態の絵が描かれてるんだけど、これがどうかしたのかな？もしかして自分の仲間だと思ってるんじゃないかな。え、どういうこと？フィーも卵から生まれたから、同じ卵から生まれる鳥のことを仲間だと思ってるとか？まさか、さすがにそんなことは。ないとは言えないかも。この鳥とフィーは同じじゃないけど、もし絶滅してなかったら友達になれたかもしれないね。フィーフィー。くすぐったいよフィー。ダメだよ、そんなに騒いだら迷惑になっちゃうでしょ。あ、いいんです、ライザさん、好きにさせてあげてください。でも迷惑じゃない？お友達が遊びに来ることはありますけど、みんなこんなに騒いだりしませんから。なんだか賑やかなこの感じがとても楽しいんです。遊び回って疲れちゃったみたい。もうはしゃぎすぎだよ。こんなに疲れるくらい楽しんでもらえたなら私も嬉しいです。何も遊ぶものがない退屈な部屋だけど、
それでもいいならいつでも遊びに来てね。それなら今度はお泊まりさせてもらうのもいいかもしれないね。お泊まり、ごめんなさい、それはちょっとだよね、さすがに夜中までこんな騒がれたら。いえ、迷惑とかそういう理由ではなく、その離れがたくなってしまいそうだからです。一晩も一緒に過ごしたら今以上に楽しくて朝が辛くなるような気がするし、さよならは寂しい気持ちじゃなくて楽しい気持ちでしたいから。慰めてくれてるの？大丈夫よ、今は寂しい気持ちになってないから。でもありがとう、フィー、あなたはとっても優しい子ね。いい感じ。どうですか？これは驚いた。想像以上だ。この短い間に一体何があったのかね。何がって言われてもな。遺跡でいろいろ新しい素材を見つけたからかな。まあ私も毎日頑張ってるってことです。まだまだ発展途上なので。なるほど、それは末恐ろしいな。今後も頼らせてもらうとしよう。はい、私にできることなら。よし。あ、はーい、開いてますよ。わっ、3人一緒なんてどうしたの？そこでばったり会ったんだよ。しかもみんな目的が一緒でな島でもオートでもライザのアトリエはみんなのたまり場だね。すっごく嬉しいよ。冷たいもの入れるから適当に座ってて。それにしても大人になってからもこうしてみんなと冒険できるなんてなんだか夢みたい。しかもみんな3年前よりうんとたくましくなってとっても頼りがいある感じがするよ。でも一番変わったのはやっぱりタオ君かな。間違いないな。俺も最初に見た時はタオとは分からなかったし。僕はみんなよりも年下だからね、早く追いつかなくちゃと思って必死だったんだよ。だからって変わりすぎだろ。数年後には追い越す勢いじゃねえか。でもさ、一番変わったのはタオだけど、クラウディアとレントンもすっごく変わったよ。クラウディアは大人のお姉さんになったし、レントはかなりワイルドになったよね。そうだね、歴戦の戦士感が出てきてるよ。あ、実はそれがずっと気になってるんだよな。え、どうして？いや、自分で気づいてすげえ嫌な気持ちになったんだが、だんだん親父に似てきたような気がして。ああ、確かに似てきてるかも。微妙にやさぐれた感じとか特にね。このまま行くと将来的には間違いなくザムエルさんっぽくなりそうだね。マジかよ。ならいっそさっぱり小綺麗になっちゃうっていうのはどう？うちの紹介で扱ってる化粧品がたくさんあるから
今度持ってくるよ。おお、マジか。そいつは助かるぜ。でもさ、それって毎日使わないといけないんだよね。朝とお風呂の後と寝る前の3回かな。乾燥してる日は一日中こまめに塗ったりとか。絶対三日坊主で終わるね。初日すらちゃんとできないんじゃないかな。言いたい放題言いやがって。まあ、俺も多分そうなる気がするけどさ。こうやって話してるとずっと会ってなかったのが嘘みたいに感じるよ。近いうちに多分また離れ離れになっちゃうけど、これからもずっとお友達でいてね。あのな、当たり前のこと言ってしんみりすんのやめろよ。そうだよ、クラウディアは僕たちにとって大切な友達なんだからさ。私たちの友情は距離や時間で壊れるほど脆くなんかないでしょ。そうだね。みんな本当に最高のお友達。ずっとずっと仲良くしようね。ちょっとだけ寝ちゃわないようにしないと。手がかりはなしか。タオでも見つけられてないのに簡単にあるわけないよね。そういえばフィーはどうしたんだろう。いつもなら遊んでって来るのに。こんなところにいた遊び疲れたのかな。最近よく寝てるな。遊びもあるのも大変だけど、これはこれでちょっと寂しい。かわいい寝顔しちゃって。うり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 。感じかな。霧もいいし少し休憩。フィー？ん？元気ないけどどうしたの？お腹すいた？まさか病気とか。ライザ。あ、アンペルさん、リラさん、いらっしゃい。ごめん、今はちょっと。これはリラの予想が当たったか。ああ、おそらくな。ライザ、少しいいか。あ、うん。リラさん？やはり。アンペル、あれを持ってるの。ライザ、これを使え。
この生物を助けたければこれを使って薬を調合するんだ。え？事情は後で話す。今は私を信じろ。うん、分かった。フィ、少しだけ待ってて。こんなのどうかな？これでどうだ。フィー、これを飲んで。薬だよ。フィー、フィー、よかった、元気になったんだ。ありがとう、アンペルさん。でも、どうしてフィーを元気にする方法を。それについては私から話そう。単刀直入に言う。お前たちがフィーと呼んでいる生き物、それはこの世界のものではない。お前たちが異界と呼ぶこことは違う世界、つまり私と同郷ということになる。異界の…でもフィーはオーレン族じゃないよね。当然だ。お前はあそこに住むのがオーレン族とフィルッサだけだと思ってるのか。私も目にするのは初めてだが、フィーと似た生き物について聞いたことがある。だが問題はそこじゃない。そいつはこの世界では長く生きられない。おそらく異界に漂う魔力がなければ生きられないのだろう。異界の魔力って、じゃあフィーを元気にしたのは。私が渡した石、あれは異界の魔力を秘めた石だ。旅の途中で偶然手に入れたものでな。そういった事情だから、残念だが私が持っているのはあれ一つだけだ。でも二人なら異界の門がどこにあるか知ってるんじゃない。そこから異界に行けば。すまないライザ、調査はしているが私たちもまだこの付近では門を見つけられていない。そんな。あ、そうだ、遺跡の奥にある水晶、アンペルさんとリラさんも見たよね。遺跡の奥にあった大きな水晶、まだ見つけてない遺跡にも同じものがあるかも。落ち着けライザ、一体何の話をしている。遺跡にあった水晶に近づいたらフィーが元気になったの。その後水晶の光は消えちゃったけど、もし同じものがあればフィーを元気にできるかもしれない。あの水晶が。なるほどな。だが他の遺跡の場所は分かってるのか。それは今探してるところだけど。そうか、そういうことなら私たちも手がかりを探してみよう。ありがとう、リラさん。どうした、アンペル。少し調べたいことができた。遺跡の手がかりは任せてもいいか。それは構わないが。アンペルさん、大丈夫？気にするな。お前たちはお前たちのやるべきことをやれ。行くぞ、ディア。ああ、またな、ライザ。うん、またね。
ちょっとだけ。はぁ、寝ちゃわないようにしないと。これじゃダメかな。アンペルさんが持ってた魔石はもうない。遺跡が見つかれば手がかりがあるかもしれないけど、フィーが元気なうちにこっちでも生きられるか異界に返してあげる方法を見つけなきゃ。もっと力が欲しいよ。いろんな錬金術ができる力が。新しい遺跡が見つかればきっと。元気づけてくれてるの？ありがとう。うん、そうだ、落ち込んでる私なんて私らしくない。タオのところに行ってみよう。もしかしたら何か手がかりが見つかってるかも。フィー、どこか行きてえのか？よし。おーい、ライザー。あ、タオ？ちょうどよかった。私もタオを探して。見つけたんだ。え？新しい遺跡の情報、やっと見つけたんだよ。本当に？嘘じゃないよね？あ、うん。行ってみないとわからないけど、可能性は高いと思う。よし、急ごう。タオはパティとレントを呼んできて。私はクラウディアたちを呼んでくるから、後でアトリエに集合よ。あ、わかった。新しい遺跡、フィーを助ける手がかりが何か見つかればいいんだけど。伝承の中に2行にわたって書かれているものがあってね。どうやらそれぞれ一つずつ別の遺跡について書かれているようなんだ。それって二つ？どういうこと？そうなんだよね。僕も最初は驚いたよ。じゃあ一気に二箇所分かったってこと？いや、さすがにそれはないよ。それでも一箇所だけは判明したよ。それで新しい遺跡の場所はどこなの？オートの東、街道から外れた森の奥、そこにまだ見つかっていない遺跡があるはず。え、その方向って？うん、渓谷の奥にあった遺跡からさらに進んだ先に目的の遺跡があるみたいなんだ。あの遺跡、そんな奥まで行きましたっけ？わかんない。もしかしたら幻影に包まれてる可能性もある。伝承には死者の国の先を目指す旅人は幻の国を見るだろうってあったからね。おいおい、死者の国ってのは穏やかじゃねえな。だがもしそれが本当なら、今まで誰も足を踏み入れていない可能性もあるってことか。こいつは何か貴重なお宝が残されている予感がしてきたぜ。残り半分の伝承はどうするの？まだ解読できていないんでしょう？うん、並行して情報を集めつつ解読って感じに進めようかなって考えてるんだけど。とりあえず一度行ってみようぜ。もう一度探したらなんてよくある話だろ。それにせっかくタオが見つけた手がかりなんだ。じっとしてたらもったいねえよ。レント、ごめん、少しだけいいかな。遺跡に向かう前にフィーについて話しておきたいことがあるの。実はアンペルさんとリラさんがアトリエに来て。おい
本当にそんなものがあるのか。本当よ。私もその異界から来た一人だから。マジかよ。もしかしてとんでもねえことに首突っ込んじまったか。それどころじゃないよ。このままじゃフィーちゃんが生きていけないなんて。大丈夫、私は諦めてないよ。絶対に手がかりを見つけてみせる。あの水晶があればフィーは元気になるんだろう。ならそいつを取りに行くしかないぜ。フィーちゃんが助かるならどんなに危険な遺跡でも構わないよ。そうさ、フィーは僕たちの大切な仲間なんだ。このままになんかしておけないよ。私もフィーは私の命の恩人ですから。やれやれ、ここまで付き合ったんだ、最後まで付き合ってやるよ。もともと俺には遺跡を探す目的があったからな。今さら引き下がれねえ。私もよ。目的が一つ二つ増えたところで問題はないわ。ありがとうみんな。そうと決まれば目指すは東の遺跡よ。ああ、どこに行きますか？どこに行きますか？ここならのんびり行けそう。またみんなと冒険できるなんてなんだか夢みたい。仕方ないのかな。ここがこの遺跡の一番奥か。うん、多分奥に行く道があるとすればこの辺りだと思うんだけど。それじゃあ探してみるとしますかね。ライザ、どうかしたの？あ、ごめん。少しアンペルさんの様子が気になってさ。アンペルさん？フィーちゃんと遺跡の水晶について話をした時のこと？うん。アンペルさんは何か引っかかってたみたいだった。それって何だったのかなって。水晶に異界の魔力。遺跡を作った人たちは何に使ってたんだろうね。ライザー、クラウディア、セリさんが何か見つけたってよ。行こう、クラウディア。うん。この奥よ。この奥って崖なんだが。向こう側からこの遺跡と同じ力の流れを感じるわ。そうは言ってもとても渡れませんよ。ライザ、できる？え？錬金術ならできる。飛び越えるのは難しいけど橋を架けることならできそうな気がする。橋なら任せろ。旅の途中で川や崖を渡るのに木を切り倒して橋代わりにしたことがあるんだ。どこかにでっかい木があれば。錬金術で橋を架けるからそれでいい？そうならお願いするわ。うん、任せて。ねえ、
どこに行くのさ。よし、こんなのはどうかな。